NHK をぶっ壊すっていうねおなじみの NHK から国民を守ると先日堀江貴文さんとの対談が成功してこれがですね急上昇ランキングに上りました。このね えー、堀江孝文さんの動画も私はね一本も見逃すことなくずっと見てるような感じなんですよ。それこそもうね2004年とか5年ぐらいから見てますよね YouTube とかが全然ない頃から地上波で見てねこんな人いるんだなーって感じで堀江孝文さんをずっと見ておりましたあそしてですね、えー、NHK から国民を守ると最初はなんだこれはと思ってたんですけどもまあ一回動画を見てみるとですね YouTube の動画を見てみるとかなりね真の深いことをやってる。 賢いことやってるなと思いました。でいつからかこの堀江匠さんと NHK から国民を守る党の立花隆さんがね、立花隆さん。 立花隆さんですね。すいません、3回も。立花隆さんと堀江貴文さんが一緒に何かをやらないかなと思ったら、これがね、先日対談をするっていうんで、すごくね楽しみに見てたんですよね、えー。いや、いい内容でしたね。すごく賢い内容でやり取りされてました。で、ここで私が気づくのは、私は堀江貴文さんの動画をもうすごくね見てるわけなんですよ。 でまあ与沢さんのも見てますけど、与沢さんのはすみません、最近見てません。で、NHK から国民を守るとの立花隆さんの動画も、もうね、掘れるだけ掘って見てるわけなんですよ。で、でですよ、こっから吉谷さんが出てくるわけですよ。吉谷さんのこの動画のやり取りも、当然ですけども、漏らすことなくずっとやってるじゃないですか。 だから私がねルーチンとしてやっていてものすごく面白くおかしくぐる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 その私の中でね動画と思考が回転しているのが横一線に並ぶとしたら堀江貴文さんとそれから NHK から国民を守るとの橘隆さんそして吉谷さんなんですよね。それぞれの皆さんが毎日見る動画とか毎日見るあの関わるコミュニケーションする相手っていると思いますけど私はこの3人が今ね横一線に並んでるんですよ。 で、全てに面白さこの3人の全てに面白さをね同じレベルで感じてるんですよ。で私なんかが評価して申し訳ないですけどそういうことを考えると吉谷さんはあのー、まあ例えばね 100万人とか1000万人の人に受けるような人間ではないかもしれませんけども私一人に対してはものすごくねドストライクのメッセージをいつも送ってくれるんですごくねあ,のありがたい存在だなと思います、えー、そしてきっとですけどもその一人放送局っていうのがありますこれは NHK から国民を守るとの立高隆さんが一番最初に始めた YouTube のチャンネルなんですよ えー、一一人人放送局ね本当に一人から始めてますで堀江貴文さんもうんやっぱり東大卒でね自分で会社を始めて基本的に一人で戦ってきたわけなんですよライブドアって会社がありましたけどもライブドアって会社の堀江貴文さん以外の社員の方とかってよく分かんないんですよね要するにねいつも一人で、えー、自分の人生を背負ってるんですよ組織で動く時も基本的に一人で組織を背負ってるんですよねまあそういうことを考えるとまあ吉谷さんと橘隆さんと 堀井高見さんっていうのが私はね、私の目から見ると同じところにいるのかな。同じレールではないですけど、同じような形に見えてしまいますよね。それぞれやってることは違いますよ。個性も違いますし、特徴も違いますけども、私からね、えー、まあ見させていただいて恐縮なんですけども、この3人からね、まあ学ぶと言いますかね、影響を受けることは多いなというような日々を感じております。今回の動画はそんな感じですよね。すみません、以上でございます。